塾の練習をします。よいしょ。ただお湯沸かしておくだけ。次こちら除菌場を開けてみます。前ちょっと開けましたが、よいしょ。これはですね、はい、できました。下お湯をはい、その間にこちらですねと、これこれでミルク作っていきます。はい、じゃあこれに入れていきます。こちらですね。もうね、こっちで、ね、開きにくい。いいのか。ここからですね、お水を。ああ、ゆっくりないとこれ水こぼれますね、マジで。一応ここの蓋が閉まってるので、このまま電子レンジに入れます。これからじゃあ温度を測ってみたいと思います。ベビースマイルのピタッと温度計ですね。こちらですとミルクの温度を測ることができます。単4電池か。ちょっと電気が足りないか。あれ、もうこんなに低くなっちゃったよ。え？